池田知事を表敬訪問したのは障害者野球香川チャレンジャーズのメンバー5人です。2021年に結成された香川チャレンジャーズは去年秋の中四国大会で準優勝し全国大会への出場を決めました。表敬訪問ではキャプテンらがチームの T シャツを知事と教育長に手渡しました。知事は皆さんの活躍が香川の方々の勇気になると激励しました。いろんな、ね、困難はみんなで工夫すれば乗り越えられるんだというようなことがもう体で、教えていただけるんじゃないかな、勇気をいただけるんじゃないかなと思います。みんなに感動を与えれるようなプレーを精一杯頑張っていきたいと思います。障害者野球の全国大会は来月1日と2日に神戸市で開かれ、日本代表選手が5人いる岡山県の岡山桃太郎も出場します。